リメディア職人ハマです。はい、現在3月31日木曜日の午前1時半ですね。たった今母が布団に入りましたんで、この音量でいってますね。はい、ただいま魔王優、関わりメディアクション、これが本場の最後になります。1話を見終えてアップロード終えたんで、ここから2話ですね、いきたいと思います。はい、では自己紹介。はい、僕の名は町大道芸人ハマーと言います。一升瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。で、普段は主に子供たちの前でやればできる、諦めない、これを伝えたくてパフォーマンスしてますが、現在コロナにほぼ全ての仕事を奪われ、なんと先々週まで87連休、現在26連休確定の今10連休目です。はい、当然人前でショーができんというイライラ、無収入という不安でもぶっ潰れそうなんですけどね、メンタルは。そんな中でも一日も休まずこのアニメリアクションやってきて、今3年目に突入してますが、去年の8月18日より以前の1年5ヶ月分の動画を失い、ウマ娘がなくなったことで、ここ4、5ヶ月ずっと2桁再生、チャンネル登録者数全く伸びず、リアタイものはやればやるほど再生数が減るというね、もうボコボコです。マウントポジション取れてボコボコ、もうやめたい、ほんまにやめたい。と言いながらね、なんとか歯食いしばって耐えて、継続してきてます。なので、ぜひとも応援よろしくお願いします。そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなど、すべて説明文にあります。ぜひ見てください。過去のアニメリアクション動画は再生リストに作品別にまとめてあります。はい、今年の9月ぐらいにはでかい発表があると思うんで、お楽しみに。それでは行きましょう。Dアニメストはですね、3、2、1、スタート。どうやって魔王と勇者はね、世界を救うんでしょうね。2013年なんですね、ほんで。あれ、今のって魔王？私たちを人間にしてください。何はルーラみたいなもん。魔王様言うてるやん。でっか。
メイド長。結婚。クローバーって白爪草っちゅうの。メイド道、戦車道みたいなもん。作業の指導。持ち主ってのは勇者のことやな。農林でも言うてたな、そんなこと。ちょっとよくわからんけど、そうなの？教育ってのは村人を教育するってこと。
マッサージかな。すぐ乗ったやん。なんこれ。名誉長来るぞ。名誉長が。馬かい。馬やったね。開いてる。なんかオープニングで名誉長血まみれになってなかった。ああ、かわいそうに。まあ、定番やね。キスをしよう思ったら何かが邪魔に入ると。アダンの。逃亡奴隷。濃度。あ、これがトマトはるかさんか。ほんなら、助けるんか。まあ、要はその生活は自由やけど農業しかやったらあかんっていう、そういうことかな。あ、合うてるかな。久野美咲さん。
要は滑ってことかな。サブタイトル来たね。いいやつやめたしょ。勇者様言うたらあかんやろ。でけ。
こういう話は苦手です。すいません。村長が堅物やみたいな言うてたの。全員貴族か。何を実験するの？農業？お、気になる、気になるってこともあった。メイド長の声優さん誰やろう？久野美咲さんまだ2013年じゃいいんか。ここコードギアする2人ね。お、斎藤千和さんか。あ、妹遠山奈緒さんに1話でも出てたわ。お、鈴木達夫さん、梶裕貴さん、寺島拓馬さんね。あ、拓馬さんだけか。天スラのあの三上悟やね。声優が全員わかる。斎藤千和さんは、ね、戦場ヶ原ひたきで知りましたけど。で、明美ほむらか。今までどこほっつき歩いていたの？あれ？これ勇者の仲間ちゃうの？これ。はい、ということで、すいません、ちょっとああいう政治的な話、その、遠征軍とかなんとかって話はちょっとごめんなさい、全く意味が分かってませんけども、今回は、まずアバンかな、ノードというあの姉と妹が、まあ逃げてきたわけですよね。あれっていうのは何？ある時から逃げてきたんかな。まあ、そこからスタートして。で、まあ、勇者と、まあ、魔王は、なんか、まあ、農村かな、あれは、に、来て、もうすでに住む場所を、その、メイド長が、あれ、作ったんかな、ようわからへんかったけど、まあ、住む場所あって、まあ、メイド長は結婚を、まあ、お祝いする的なことで、まあ、実質結婚したみたいなもんなんかな。で、まあ、そこから、まずは、その、何、農業の話。で、土を四階堂のこうのみたいな、株と大麦と小麦と、クローバー、ちょっとそこの話がようわからんかったんですけど、とりあえずなんかいい感じの農業をしようとしてるのね。で、多分それをの村長が、実験を許さんかったかな、そんな話かな。で、そこからまあ勇者がこう膝枕してもらう、あれは良かったですね。で、もう魔王がキスするかと思ったところで馬がヒヒン、まあ定番のお約束で言ったら、ノードの姉と妹がまあ震えてたってことね。で、まあメイド長はまあなんかこう冷たいような言葉を吐いてるけど、めちゃくちゃいい人やった
だよね、所長。うん、虫は嫌いやと、まあ、要は、まあ、ちょっとまとめると、まあ、要はその奴隷になり下がって、まあ、何、抗おうとせえへんものを虫というかな、ちょっとごめんなさい、全然違ったらごめんなさいね。で、まあ、人間が好きやっていうことで、私たちは人間にしてくださいと。で、戸松遥香さんと遠山奈央さんね、妹めっちゃ可愛いな、ほんで。で、まあ、勇者は俺は何もできないと。なんか、勇者って何なんやろう的なね、ことになったけど、ちょっと深かったかなと、そこがね。で、あれ、貴族に勉強教えてんのね、魔王は。なんか、西洋諸国の姫かなんとかいう立場で来たって言ったかな。でもなんか教えるのが難しいっていうのは、何、白い服のスイカ頭みたいなのが何、覚え悪いからかな。ちょっとようわからんかったけど。で、多分農業の実験をするんですよね。それね、秘密兵器を手に入れた。お、なんやこれはって感じですよね。うん、解釈しちゃってすいません。はい、ということで、魔王優2話でした。もうすでにカップルっぽくなってきたね。はい、よかったらチャンネル登録、高評価ぜひお願いします。はい、まあ冒頭でも言ったようにね、今ほんまにメンタルズタボローなんですけどね、正直ね。まあそれでもね、まあここまで3年目です。もうやってきてるんでね、このアニメリアクションに関しては4月からはとりあえず、リアタイものだけでやっていきます。で、過去アニメに関しては、まあ、映画だとか OVA 一本ものとはやっていきますけど、こういうワンクールだとかっていうのはもう一旦3ヶ月は最低ストップしますんでね。はい、まあそれでもね、応援していただければありがたいです。何卒よろしくお願いします。で、ジャグリングパフォーマンスの動画こそ見ていただきたいので、僕の、再生リストのね、ジャグリングパフォーマンス雑談ということをポチッと押していただいて、なんか気になるものが一つあれば見てやってください。そして、いつの日かね、またどっかで僕がショーをするときに皆さんには生で見に来ていただきたい。これが僕の願いなので、そのためにも僕の細かいパーソナルデータを見ていただきたいということで、説明文、ぜひ目を通してください。はい、よろしくお願いいたします。以上、アニメリアクション職人こと、マジ大道芸人浜下、どうも、ありがとうございました。